ジョン・ホー・サイスはアメリカ合衆国の俳優、声優、ニュージャージー州、ペンズ・グローブ生まれ、父が金融関係の仕事をしていた関係で、その後ニューヨーク市のブルックリン区で育った。その際に父親はウォール街で働いていたが、時は世界恐慌の真っただ中だった。その後、ブルックリンにある高校を卒業して、ノースカロライナ大学チャペルヒル校へ進学。 野球好きであったことから、18歳の時にエベッツ、フィールドにおいて、ブルックリンドジャーズの野球試合のパブリックアドレスアナウンサーも経験したことがある。父親の提案もあり、役者になることを志し始め、ワーナーブラザースと契約して徐々にキャリアを重ねていった。一旦は第二次世界大戦へ出兵して俳優業を休止させるが、 再び俳優業に復帰しブロードウェイの舞台などに出演。1947年には名門アクターズスタジオで演技力に磨きをかけた。なお、在学中の同窓生にはマーロン・ブランドやジュリー・ハリスらもいた。1950年代に入るとテレビドラマにも露出し始めたほか、アルフレッド・ヒッチコック監督の異色ミステリー、ハリーの災難などへも出演して、 順調にキャリアを重ねてゆく。特に彼のキャリアでよく知られているのは、チャーリーズ・エンジェルにおける謎の指令者、チャーリー役である。同作品は、キャメロン・ディアス、ドリュー・バリモア、ルーシー・リュー主演でリメイクもされており、リメイク版でも、チャーリーの声を担当した。その他の代表作としては、1981年から1989年まで放送された人気ドラマ、ダイナスティア、 ビル・マーレーが主演したコメディ三人のゴーストにおけるゴースト役がある。ダイナスティではその演技力が評価されエミー賞に3回ノミネートされたほか1983年と1984年にゴールデングローブ賞を受賞している。その後も数々の名作に出演した。2010年4月1日に肺炎のため死去、92歳。 これまで三度の結婚歴があり、一度目の結婚では息子、二度目の結婚では二人の娘を設けている。2002年には再々婚を果たしている。晩年はカリフォルニア州のサンタイネスに居住していた。ありがとうございます。